どうも、アンガールズでーす。こちらですね、はい、先日発売されました、アンガールズ、単独ライブ、ゴミにも息づく生命があるの DVD の、コメンタリー映像と、はい、いうことになっております。まあ我々2人が、まあ、ネタを見ながらね、ちょっといろいろコメントしていこうと、はい、そういうことになっておりますので、じゃあやっていきますかね。そうですね。じゃあそれぞれ、コメントしたいのをやっていきましょうか。上げていきますか。山根さんがじゃあまず、あれですか。じゃあ僕から。はい。どちらからでも。じゃあ一番最初の火事がもたらしたものを言いましょう。じゃあ、はい、火事がもたらしたもの。うん。ドア玉のネタですね、このスタンドドライブの、はい、じゃあ見てみましょう、まあドア玉のネタなのでちょっと下ネタっていうところもちょっと生えてたりしてね、めちゃめちゃ順番には悩んだんですけど、そうだね、結果これになったよね。そうですね、まあ後半の勢いがあるということで選ばれました。消火活動してくださっております。申し訳ございません。はい。これが、町内会長の田中の家が火事になる、ね、この人が町内会長なんですよね。どんな町なんでしょうね。でも大体そういう人がそういうになってるじゃないですか、社会的にも。あ、そうですか。あの、いやいやいや、だって例の捕まった方もあの、あーみたいな人も要はそうじゃないですか。議員になれたりね、こういう人もなっちゃったりするんでしょうね。そういう別に社会をこう踏襲したネタをやろうと思ったんじゃないですけどね、結果的に、はい、まあ、この辺が最初のボケっていうかなんですけど、無事受けてすごい安心したところですね、この辺が。いい感じにやっぱね、年取ってね、町内会長感はまあ確かに出てるよね。40だからね、普通に成立する。そうそう、これ20代だとねちょっと変な感じ、はい、ああ人形出ましたね、これはうちのマネージャーが全部手作りで一から作ってくれて、これすごいよね。2週間ぐらいかけてチビチビ作ってましたけど、すごい人形だよな。一回全部肌色に作っちゃって、ダメ出ししたんですよ。ちょっと新聞が見えるようにしてくれっていう、その手作りが、こだわりがね、手作り感が出ないとダメでしょっていうことで、もうプロみたいに作っちゃったからね。ああ、本物みたいに。彼女、いやこれ人形じゃないんです。人形って言われる、私の大切な彼女なんです。ああそうなんですか。いや、これもね、仕上がりも、もうちょっと本物っぽくリアルに作った方がウケるか、雑に作っている方がウケるか、すごい悩んだんですよ。まあね、あんまりリアルだと惹かれるんじゃないかとか、そもそも下着をつけさせるべきか否かもすごい悩んだし、下着つけさせてちょっとリアルな感じにもなってるし、まあ、お客さんが、大人のお客さんがもう最近多いからいいだろうということで、ちょっとセクシーな下着もねインターネットで購入して、こうやって改めて見るとずーっとあのおっぱいのところ持ってるような感じになってるね。本当だ、おっぱい飲むんじゃないよって言うべきでしたね、ここは。俺の彼女の、もうそれどころじゃないですから、こちらもう DVD 収録の日の時なんてもうネタに集中しすぎて余裕がないって感じ。初めての時は僕が連れ出すべきです。ああ、そうですね。ああ、でもこれただのマネキンだって言えば分かんないじゃないですか。こんな手作り、はい、この辺が大体真ん中ですね。大体この辺で山根さんもこの後ちょっと長く喋って仕事終わりですから。そうです。この後最後、この後街のね、そう街の緊張感ってあんのよね、もう。いや言ってましたよ、なんか後ろでだって人ってさ、ただ立っててもなんか見てたりとかさ、どういう風に感じるかとかすげえ考えてやってんのよ、それを見せてんのよね。
ただそんな映ってないけどね。火を消すのが僕の仕事。劇場では枠の中にいるからさ。すいません皆さん、田中さんのご自宅の出火原因、この人形だったんですけども、これ町内かかし祭りをですね、田中さんのこのかかし祭りっていうのは僕の、生まれた広島県府中市で本当にある祭りですからね。本当に町中にちょっとあんな人形が出てくるから、何個か本当に気持ち悪いやつがあるんですよ。もう雑すぎて。でも結構人気のお祭りなんです。そうです、僕がテレビで初めて時はアンガールズのかかしも地元の方が作って建ててくれてました。そういうのやってるところもあるんだろうね。だからいろんなところで。あるんじゃないですか。本当はここもラブドールですって言いたかったんですよ。あれ彼女ですっていうところそのままズバンと来るから、それも一応お客様のメンタルをケアして、あの彼女ですという言い方に1時間ぐらい考えたよね。そのラブドールにするか彼女っていうか、作家も含めてラブドールは OK なのか、すごい悩んだね。ラブドールって結局オッケーなんじゃない？オッケーなのかな？いや社会的にはオッケーなんですけど、やっぱりお笑いを見る人は女性も多いから、女性がどのぐらい引くかなんて分かんないんですよ僕ら。まあ、お笑い見に来る女性はラブドールぐらいじゃ引かないだろうけどね。でも一応ね、そう最善をね。DVD はいろんな人が見ますから。だってこれはもうお母様方が購入されて、で子供と一緒に見ようと思っていきなりこれ出てきたらちょっとそれ以降ちょっと見せないかと思うんじゃないかと思うんですけど。まあ詳しいところまで分かっちゃうとね。でも子供と見てもまあここだけ見ればまあ楽しそうに見えんじゃないの、人形と遊んでる人に。うちの子供も人形にキスしたりしてるよ。先生こんな人形じゃないでしょ。どうもありがとうございました。はい、こんな感じで、ここから大事な話、皆さんよく聞いても、もうね人形の面が取れかかってね、変態が住んでる、相当気持ち悪いですよこの状態。ちょっとストレス溜まりすぎちゃった女性に状態になってますけどね。言ってましたよね、僕が住んでたんですよ。皆さん、火に炙られて変態が出てきましたよ。普通に生活してるよ、見せかけて。これ、難しいんですよ。この持ちながらちゃんと正面を取れ、あ、人形を持ちながらちゃんと演技するっていう。この時に頭見る余裕なんてないんだね。髪の毛取れかかってるみたいな。あのね、取れてるなってね横目で見えたんですけどね。だから戻れそうなかったから。ああ、もう直してもっていう。それどころか連帯を町内会長にしてしまっていたんです。みんな危機管理ができているようで全くできていなかった。いい感じに俺の頭も下げて乱れて同じような髪型になってきました。ハゲの2人の皆さん、この社会貢献を覚えておいてください。私はこれを礎に記者会見みたいなね、誰かのいいですね。変態としか見れてないですか、あなたのこと。皆さん、どうしてそんな目で見てくるんですか。僕は別に犯罪を犯したわけじゃないですよ。そうですね、正しいこと言ってますね。これ非常に正しいこと言ってるんですよ。この中で暴れてる、これがもうこのコントの言いたいところですよね。一番そこを言いたいところだったんで、何にも悪くない人がこういう風なことに陥ってしまう社会なんですよ今。まあね、マイノリティがね、迫害されることで上がってきて真顔っていうのが果たして受けるかどうかっていうのは不安だったんですけど、前列の人に受けましたね。あ、じゃあこのカレンちゃんは処分してもいいですか。好きにしてください。あ、やっぱり持っていきます。
コントでしたね。まあまあ非常にね、うん、長いんですけども、一発目のネタこんな長いネタあんまやんないけどね俺らね。うーん、今回長めのが多いんですよ。そうね、一本一本がね、うんうんうん、でもそんなに間延びせずパーッと見れるんじゃないでしょうかね。うん、おそらくテレビではできないんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、テレビにするならもうちょっとマイルドにしなきゃいけないから。そうだね、うん、そうすると面白さがねあれだから、やっぱ DVD そうなんですよ、見てもらった方が。やっぱりその下ネタな部分を、うん、がないと成立しないネタなんで、うん、ちょっとこれはひょっとしたら DVD 中でだけで楽しめるネタなのかもしれないです。ですね、はい。そしてですね、うん、この DVD の発売を記念しまして、なんとこのアンガールズとスリーショット撮影会ができると、お、いうことなんですよ ね、 いいすね、まあ、アンガールズの間に入って、まあ、DVD 持って撮影するみたいなね。僕らの間に入って写真撮るとその人よく見えますからね。ああ、いいですね、うん、ブサイクが両サイドから挟めますので、ぜひ詳しくはですね、うん、この動画のコメント部分を見ていただきますと、はい、分かりますので、日にちが8月の17日、うん、8月の17日にスリーショット撮影会を行いますので、ぜひ皆さん、はい、来てください。よろしくお願いします。お願いします。